ストーム・エルヴィン・トーガソンは、イングランド出身のアートデザイナー、グラフィックデザイナー。1944年2月28日、イングランドのミドルセックス州、ポッターズ・バー生まれ。なお、本人の発言によれば、ストーム・トーガソンの表記が正しい。ケンブリッジの小、中、高校に通う。レスター大学で哲学を学び、王立芸術大学では、美術修士号を授与される。 1968年、アート集団、ヒップノシスを結成し、その中心メンバーとして活動した。トーガソンは、ピンク・フロイドのシド・バレットと高校の同級生で、互いにアート志向が強かった。ドラッグパーティーで共にトリップするなど、かなり前衛的な感覚の持ち主でもあった。また、 同バンドのロジャー・ウォーターズとも友人で一緒にラグビーをする仲だった。そうした経緯もあり、ピンク・フロイドのアートワークを中心に、レッド・セェッペリーンやジェネシスなどの新進気鋭のアーティストに作品を提供した。1983年ヒプノシス解散後はフリーランスのアートデザイナーとして活動する。1990年代初頭にはアート集団、 ストーム・ストゥディオズを発足させ、多くのアーティストのカバーデザインを手掛けた。2013年4月、わずらっていたガンが原因で、逝去。ヒップノシスでの活動を通し、ロックアーティストたちのカバーデザインを手掛けることで、それまで、宣伝の傾向が強かった、アルバムカバーを芸術の域にまで高めた功績は大きい。ストーム・ストゥディオズ名義も含む以下アルファベット順。 ピンクフロイド、アルバムカバーを手掛けた友人の死を追悼バークス2013年4月20日。ありがとうございます。